ニコライ・イバノビッチ・ピロゴフ・ィリア・レーピン・ニコライ・イバノビッチ・ピロゴフ1881年12月5日はロシアの外科医である。麻酔薬としてエーテルを使用して手術したヨーロッパの最初の外科医の一人であり、クリミア戦争では戦場で近代的な治療行為を行ったフィールド医療の先駆者で外科治療に多くの技法を開発した。 ロシア帝国のモスクワで生まれた、モスクワ大学に入学して医学を学ぶ。それから、現在のエストニアにあるドルパト大学に入学して医学博士号を取得した。その後、研鑽を深めるためドイツのベルリン大学やゲッティンゲン大学に赴く。帰国後、サンクトペテルブルクで外科教授に任命された、ロシア帝国ウクライナのビンヌイツヤで没した。 モスクワ市の名誉市民に選出された、ロシア科学アカデミーの会員、ピロゴフ賞惑星は、ピロゴフの名前から来ている、デミドフ賞授与、また、ピロゴフ博物館がある。ありがとうございます。